こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。大物来たよ、大物。いやいやいや、いやだって殿堂入りしてる人がこの YouTube に出るってのは初めてじゃない。そうですかね。そう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 。なんか殿堂入りしてなんかこう人生変わったの？いや、あんまり変わってないです。まあちょっとその前後っていうのは若干忙しくはなった。なりましたけど、そんなに変わらない、ね。え、どんな仕事か、公演の仕事とか。そうですね、公演もありますし、でもそんな変わらないですよ。やめて今年で10年になります。まあ、例えば自分で気をつけるのはゴルフ場で立ちしょんべんしないとかそう、俺電動入ってるしなって、そういう意識はある。やっぱいや、あんまりないですね。ないんだ。はい、そう思った方がいい。まあ、日頃から若干は気をつけながら、まあそうだよね、行動するようにしてます。本当紳士だからね。まあちょっと遡ると、はい、かなり遡ると PL で春夏連覇した時のキャプテンじゃない、はい、あの猛者たちをさ、はい、まとめ上げて、でも達さんもよく分かってると思うけど、優秀な人間が集まったからって優勝するって限らないじゃない。それはそうですね。どうやってまとめたの？今高校野球真っ盛りだけど、まあ今のね時代と自分たちが高校生の時の時代は違いますけど、やっぱり学年っていうか、あの各学年17人18人なんですね。もうエリートばっかりでしょ。そうなんです。選ばれた人しか当時は入れなかったんで、うん、意外と PL って言ったら部員が100人とか、ね、うん、200人って、うん、もうめちゃくちゃ多いイメージがある。まあ、やっぱ少ないからなんとか、まあそのまとめるっていう、そんな大したことはしてないんですけども、後々片岡であったりね、橋本、野村とプロに4人入ったんですけれども、うん、まあそういった選手が結構寮のことであったりいろいろ気遣ってくれたり、うん、協力してくれましたね。それは協力するように仕向けたの？いえ、まあやっぱり自分の言動だけは気をつけてましたけど、自分のその言動が伴ってないと人ってやっぱり言うことを聞いてくれないし、うん、いざね、やっぱりちょっとチームを締めないといけないとか、同級生をまとめないといけないっていう時に、まあ自分が発言したことに対して、うん、まあよく立浪が言うならっていう感じで聞いてくれたと思うんですよね。まあやっぱこう人間的なもんだろうね。じゃあじゃないですか、ね、でかいもんな。だから自分キャプテンになると思わなかったんですよね。なんで？ PL って一応キャプテン決める時に全学年の投票と、うん、まあそれを見た結果で、うん、当時中村監督が決めると、まあ、そういうシステムがあったんですけれども、うん、当時あのサードを守っていた深瀬という、うん、いたね、選手がいて、その深瀬がキャプテンになるだろうという、うん、大方の予想だったんですよね。まあ、自分はまさかっていう感じでしたね。だから、だから選ばれた時にどうしようかなっていうふうに思いましたし、今まではこう自分のことだけでよかったんですけど、うん、キャプテンになったらやっぱり周りいろいろ、まあそりゃそうだよ。まあでも、まあ、大変っていうことはなかったんですけど、それで自分自身が変われたかなっていうのがありますね。そのキャプテンやったおかげでプロに入ってもなんか、あの時のキャプテンは良かったなっていう経験は生きたな、生きるなっていうのはある？ありますね。あ、やっぱある。まあ、自分が人間的に成長させてもらったっていう、うん、具体的にプロに入ったからそれが生きたっていうことは、うん、プロに入ってから逆に生きたっていうのは PL 学園の時に結構やっぱり寮生が厳しかったので、うん、厳しいってどんな厳しさがあったの？なんか今後輩が漫画とかね、うん、出てますけど、例えばですけど夏でも半袖着れないとかね、なんかそういうような昔からのその伝統が残ってるじゃないですか、うん、なんか1年生の時はもう野球どころではなかったって言いましょうかね、うん、上下関係もやっぱり厳しかったですし、雑用も多いですし。でもそうそうたるメンバーがプロ行ってるよね。はい、まあ、でもそういう厳しさで揉まれたっていうのが大きかったですし、うん、で自分たちのその2つ上に当時清原さんと桑田さんっていう2大スーパースターがいましたよね、うん、まあ、そういった選手がこう野球に対してすごく下向きに練習するんですよね。してた？してましたね、うん、桑田さんであれば途中から一緒の部屋させてもらったんですけど、4月に入寮して7月に、一緒の部屋させてもらったんですけど、うん、毎朝ランニング5時過ぎに起きてですね。毎朝？毎朝です。何キロぐらい？何キロか走ってるとこ見てないか分かんないです。え、付き合ってないランニング？ランニングは行って、一緒には行ってないですね。おそう。で帰ってきたらその PL のその教えの中で徳を積みなさいということがあって、うん、外野のその芝生のとこに帰ってきて体操してストレッチをして草むしりを。桑田が？はい、雑草ですよね。ああそう。で清原さんであればそれこそ片岡が毎日しないってね、練習終わってから毎日欠かさずバッティング練習。あいつ投げてたっていうもんね。そうです。もうそれでコントロールが良くなったっていう、まあもともとそれも良かったんですけどね、うん、投げ方はちょっとぶっ最後ですけど、うん、PL からプロに進んだそうそうたるメンバーの中から PL だけでベストメンバー、ベストナインを作るとしたらピッチャー誰になる？
やっぱ桑田さんですよね。マイケンじゃない。いや、マイケンもいい同士ですけど、やっぱり自分たちがその3年生の時で、1年生の時に見てる3年生ですから、まあ、印象が強いですよね。実際今その比較はできないんですけれども、前田投手もそのメジャー行ってあれだけ活躍してるわけですから、まあ、抑えでおきたいですよね。あ、抑えでな。贅沢やな。はい、じゃあ桑田。そうですね。キャッチャー。キャッチャー、ね、キャッチャー意外といないでしょ。そうなんですよ。意外とピンとこう出てこないんですけど、プロ出身者となればキャッチャーってやっぱ木戸さんとか。あ、木戸がいるか。今クルスさんとかですか。まあ今クルスはどうなんだ、ね、山中さんとかね。あ、山中いる ね、 ね。もうでもね、キャッチャーは確か少ないんで、うん、でもまあその中から言うと、うん、木戸か。やっぱそうですね。そうだよね、木戸さんで。ファーストは当然清原さんですよね。まあそうだね。片岡じゃない。片岡はサードに。あ、そう。サードに。で、セカンドは。セカンドがね、これが、まあ大体ショートセカンドで考えれば、宮本慎也、松井和夫がいるんですよね。いるな。だから自分が入れないみたいな。入れるじゃん。いやいや、入れないんで、やっぱりショートの守備は、そら、宮本慎也がこれ一番。そうか。堅実でしたよね。いや、堅実だけど、俺が衝撃をプロに入って、立浪っていう選手がドラフト1位で入ったよって。で、開幕戦かなんかが中日だったんだよね、はい、で、パッと練習見た時に、あ、これ高校生じゃないぞって衝撃受けたもん。そうですか。これプロの中で一番うまいじゃないって。いや、まあ、あの時はまあ足は動いてましたしね。それ自信あったでしょ。でも、いや、自信っていうか、まあ、でもちょっと肩はもうすでに壊しかけてたんで、ちょっとあれだったんですけど。でも守備だけじゃ負けない自信はあったでしょ、そのままやり続けたら。まあ、なんとかできるかなとは思いましたけど。いやいや、宮本によ。いや、でも宮本って自分から見てうまいですよね。いや、それはうまいよ。でもそれを超えてたと思わない。まあ、18歳ぐらいの時はですね、超えてたよな。まあ、後々はもう全然はるかにね。じゃあどうする。どうしましょうか、ね、いや、セカンドで今いい。ああ、だってセカンドの方が長いでしょ。そうですね、はい、セカンド立浪、はい、で、サードが。サードが片岡。いいの。松井和もいますしね。俺もね、うん、ショートは宮本っていう風になると、コンバットすれば松井和をサードだよね。いい選手いるな、やっぱこういましたね、やっぱりね。いるな。松井和を外野でもいいですしね。うん、できるできる。まあ、外野でもやっぱそれはいります、うん、まあ、打つことはいりますもんね。ということで、まあ、サードは片岡、ショート宮本、宮本、まあ、セカンドは自分が一番入ってですね、うん、で、まあ、センターに松井和夫を入れましょう、うんうん、肩抜群に強いしね、はい、で、あとはレフト、やっぱり自分プロ入ってすごいなって思ったバッターがやっぱり吉村さんですよね。お、いるね。なんていうんですかね、怪我する試合もちょうど自分たちの試合で一緒だったんですけど、ショート守ってて本当に打ちそうだなと思ったのが吉村さんで、やっぱ吉村さんレフトで、そうだね、はい、入ってもらってですね。ライト、ライト、やっぱり福留孝介、まあ、ほぼ完璧ですね。あの新井さんとかもいるじゃん、2000本。そうですね、新井さんとか自分はあんまり現役を、まあ、分かんないもんね、チラッとっていう記憶しかないので。福留孝介、はい、これ優勝するな。もう完璧ですね。絶対優勝するな。監督だね。監督ですか。監督ですか。プロ出身者でですか。うん、どうですかね。古いって言ったら怒られますけど、古いとこで言うと加藤秀さんとかね、PL 出身者。加藤秀さんできる。いや、監督。いやいや、あと誰がいますかね。大野さんとかみたいな監督経験者。そうですね、PL の出身と考えれば白石監督がいるじゃないですか。唯一2人目の PL 出身の監督経験者。あ、平石ね。平石いいの。みんな言うこと聞かないだろ。いや、そんなことないです。後輩の言うことなんか経験してる人がやっぱりね。ちょっとそれでいいか。気を使ってね、使いながら、うん、まあできないですよね。できないよ。そんな采配なんか震えないよ。でもあと尾花さんですよね、監督経験っていうのはね。まあそうだな、ね、あれ PL で経験してるのは尾花さんと平石だけと思います。たっちゃんやらないとな、そのうち頑張りたいなという思ってますけど、まあそういうことで
BL のベストナインでした。